さあやっていきましょうか。バイオハザード RE2 ということでね、早速やっていこうと思います。なんかねちょっとねこれを始める前にごめんなさい、めっちゃ警戒しながら今進んでるんですけど、なんでかっていうとね、もうやつが徘徊し始めてるからなんですよね、今やつが。まあそれはいいですわ、それはいいですわ。でねなんかすごい面白い DM 来て、 DM っていうかまあ相談っていうかな、まあDM じゃないな。まあ、普通にメールが来てですね、これな、僕の知り合いというか、まあ、取引先というか、代理店さんというか、まあ、ちょっとそこら辺は、ごめんなさい、情報としてはぼかすことになるんですけど、まあ、僕今、IT ツールをね、売りながら、まあ、コンサルをさせてもらってるっていう会社にいるんですけど、うん。あのね、今、皆さんご存知ですか ?2022 年の1月から、電子帳簿保存法っていう、ものが、改正されたんですよね。うん、何かっていうと、国税関係書類って呼ばれる、まあ、そうだな、皆さんのところで分かりやすく言うと、例えばですけど、領収書とか、請求書、とかまあ細かいもので言ったら口座振替依頼書とか、あとはあのヤマトの時にさ出すさ配送伝票みたいなものとかっていうのも全部含めてなんですけど、それってまあちょっと、ね、これを見てる人たちあんま関係ないけど、なんて言ったらいいんだろう、確定申告をしてから7年間保存しなきゃいけないっていう法律があるんですね。まあものによっては10年間とかもあったりするんですけど、まあそれを、まあ、めちゃくちゃ条件厳しくって、なんていうのかな、普通は、これまでは紙で残してていいですよ、みたいな話があったんですけど、まあ、それはいいとして、紙で残してて OK と。で、一方で、電子で残す場合の条件っていうのがあって、まあ、その条件っていうのが、まあ、めちゃくちゃ厳しかったわけですわ。で、その条件で残す、紙で、まあね、今、そのテレワークだ、ペーパーレスだとかっていうのが騒がれてる時代の中で、やっぱりじゃあ、紙、電子で残すその条件っていうのを厳しくするのはナンセンスなんじゃないかっていうことで、まあ今年の1月から、その法律が変わって、で、まあ電子で残してもいいですよみたいな。だから、ね、そういうのをか、なんかちょっと仕事とかで聞いたことある人とかは、うん、頭砕けた。なんだっけ、タイムスタンプとかって言葉を聞かれたことがあると思うんだけど、タイムスタンプをつけなきゃいけないとか、まあ、いろいろね、ちょっと専門用語言うと、おお、来た来た、え来た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 。しかもゾンちゃん、普通に起き上がってんちゃん。やばい。そう。これ、弾が、弾痕が浮いてる。ちょっとめっちゃ、めっちゃ話をしに、そう、なんか、伝承法についてなんか語ってよみたいな、なんか、どんなゲーム実況やねんみたいな。確かに差別化っていう意味だったら、ね、ゲーム実況の中で、そんな、伝承法について喋る人なんか、一っ子一人いねえだろとかって思うんだけど、まあ、それはいいですわ、それはいいですわ、喋りますよっていう話なんだけど、よし。あ、こいつらさえ、来ないかったら、まあ、普通にタイラントだけを相手にすれば OK なんて来てる。早いな。はい。めちゃくちゃ速くないこいつ。これ、ハードコアになったらもっとスピード上がるんでしょ。怖っ。よし。じゃあ、このままに。え、ちょっと待って。は?出てきてんじゃん、ゾンビ。何してんの?君。お前もいんのかよ。マジっすか。あ、そっか、ここゾンビ出てこれる場所だから、普通にあれなんだ。やばい。そうか、ゾンビ出てきてる場所だから、エリア拡張されてんのか、こいつら。うわー、外したし。やばい。どうしよう。じゃあもうこっち戻るしかないよね。来てる。あ、近いわ。やばい。ですよね。です。救急スプレー、救急スプレー。全然電帳法の話をする余裕がない。ちょっと待って。こいつ一回でもいいからひるませておかないとやばいことになる。で、こうやってる間もゾンビがまた帰ってくると思うんだけど、ゾンビ、なんか、
タイラントがさ、これ見失うなら分かる。タイラントがこうやって追いかけてくるなら分かるんだけど、これゾンビもし入ってきたらまた弾浮いてる。ウキ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 、ひるんだひるんだひるんだ。ちょっと待って。あの部屋にた、あ、ちょっと、何してんの。ほい、ほい、ほい、おります。てか、無限武器を手に入れて、一番その、なんて言ったらいいんだろう。ね、楽勝に行けるはずなのに、結構今ハードモードやってる気がする。OK、倒れた。よし。じゃあ、ちょっと次に進められるようにすると、あ、ゾンビ来てる4本。ゾンビポン。帰ってきてるやん。何、銃声を聞きつけて来ちゃったみたいな。やばいな。確か25秒くらいしか拾んでる時間がなかったはずなんだよな。ちょっと、その間に、ちょっと。撃たれるところに行ってください。はい、おやすみ。なんだ、腕なくなってんじゃん、君。警官が巻き込まれてってる。とんでもないこと。めっちゃ弾が階段。浮いておはようございます。ちょっと待って。全然、ごめんなさい。メールくださった方、全然、伝聴法の話できなくてごめんなさい。ちょっと待ってね。ちょっと落ち着くことができるまで一旦待ちなさい。早い。そりゃそうだな。これ何が立てなきゃいけないんだろう。そんな中でも、じゃあ普通に喋っていくしかないよね。うん。ちょ。もうそろそろ来てるよ。あ、来てなかった。まだ生きてんのか。強っ。ちょっと待って。逃げる。これ、あそこからバフッと落ちた方が早かったりする？もしかしてね。あんな、ちょっと待って、そんな、ちょこ。おぉ、ちょっと待ってあげるよって。ああ、起き上がってるわ。普通に起き上がってるわ。ドッフンだ。まあ、伝承法はね、皆さん手元にある領収書を紙じゃなくて電子データでもいいですよって、そういうための法律です。はい、もうそれ、めっちゃ眺めてるわ。そんなことはどうでもよくって、ちょっと待って、タイラントさん、ちょっと手加減しましょう。手加減早いんだよ。あいつは歩いてるつもりかもしれないけど、俺走ってっかんな、普通に。こんなハードモードやってんだ。やばい。くるっと回って。あ、もうこいつはもう死んでるね。オッケー。そう。だから、伝承法を、まあ、あ、そうそう。伝承法でよくある勘違いとしては、その電子データで来るもの、例えばその、皆さん、Amazon とか、楽天とかで買い物をされることってあると思うんですよね。で、その楽天とか、Amazon で購入した時にダウンロードすることができる領収書データっていうのは、あれは電子データっていう扱いになるんですよね。うん。で、その電子データで取得した書類っていうものに関しては、絶対に電子データで残さなきゃいけないんですよね。それがまあ法律の、大きい改正の中身っていう言い方ができて、で、何かっていうと、もともとはその、電子データ、あれ、あ、しまった。ユニコーンメダル取りに行っとくべきだったな。ミスった。まあいいや。その目の前の階段取ってたのにね。何してんだろう。まあ、そんな話もしつつ、そう。で、あれ、何の話でしたっけ。あ、そう。で、そこの義務化が本来は今年の1月から改正の内容として発動する予定だったにもかかわらず、まあ、2年間の猶予処置っていうのが取られたわけなんですね。要は電子データを電子データのままで残すためには、いろんな条件、ありとあらゆる条件があって、でそれをね、クリアするためには結構めんどくさいんですよ。なんか条件があって、こういう法律をクリアしたで、システムを使わないとダメですよっていうのがあって、それがまあ専門用語言うと瑕疵性の確保と、
真実性の確保っていうのがあるんですね。うん、来ないよね、タイランドね。おお、ちょっと、おはようございます。足がかっこいいことになってるな。来たー、来たわ、来たたたたたたたらら。さよなら、タイランツ。雨も滴るいい男。お前そんな一瞬で濡れすぎやろ、雨で。よし、なこっち。そのシステムを、あ、先に言っとくと、あの一般の人たち関係ない、これ法人の話だけなんでね、うん、法人の人たちだ、あの法人を経営してる人たちだけ。あれ、あ、ここ入ってこれないのか、やつ。なるほどね。入ってこれないんだ、やったね。狭すぎるわ。もうちょっと向こう行ってくれないとしんどいね。うん、だからあんま関係ないんだけど、あのよくそのまあそういう総務とか経理とかで働いてる方がもしこの動画見てたとしたら注意してほしいのが、遊女措置と遊与措置のち、あ、遊与の違いね。遊女措置っていう、ね、一般的にその義務化っていうのが2024年の1月からやられることになってるんですけど、ここには入ってこれないでしょ。ここに入ってこれないから。よし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 。で、その言う、ちょっと待って、入ってくるの、びっくりした。え？あ、入ってこれるの？ちょっと身を軽くしよう。あ、ちょっと待って。あげます。叩きつけられたかね。普通に入っていくんじゃん。ここ入ってこれるんだ。知らんかった。サンクチュアリだと思ってたのに。くそ、誰？ちょっと待って。また殴られる。勘弁してけろ。その、猶予っていうのは、やってもやらなくてもどっちでもいいですよっていう、こう、優しいニュアンスのものになるんですよね。ところが、猶予措置っていうのは、あの、何かしらのその、できない理由があるなら、要はその、電子データ、さっき言った、あの、形式で来るような領収書が何らかの理由で、あの、電子化して残すことができませんっていうことがあるのであれば、その、やらなくてもいいですよっていうお話なんですね。ところが、その、大抵の会社って、その、本来できるのにできないんですよ。で、それが国税局とかが乗り込んできたときに、あの、いや、こういう理由があるからできませんっていうことをちゃんと指し示すことができなかったら、その猶予措置っていうのは、まあ、発動っていうか、まあ、あの対象にしてもらえないっていう、そこが注意として必要なので、そこを気をつけなきゃいけないっていうところなんですよね。だから、例えば、資金が足りませんとか、システムの選定が難しいですとか、そういうことであればいいんですけど、それが単に、いや、何もやってなくってっていうのだったら、国税局は残念ながら、それを認めてはくれないわけなんですよね。だからそこを注意しなきゃいけませんぜっていう話なのね、うん。まあちょっとごめんなさい。全然伝承法について喋るって言って、今の話で多分皆さんね、あの、わー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 僕が叫んでるだけだったんで、なんのこっちゃか全然さっぱりわかりませんわって言われてしまったらそれまでなんですけど、まああの、ね、国税局で伝承法のところ調べたら、ホームページにいろいろバーって一問一答と載ってるんで、まあ、法律的なところはね、あの、きちんとした情報に関しては、僕のこんなパイをやりながら、思わず出ちゃった下打ちとかを見るよりもあのちゃんとね叱るべきところで、であとはまあ、 あの興味ある方はあの国税局のホームページ調べるだけじゃなくて、あ、なんか広いの、あ、広いの、起きちゃった、ちょっと待って、人生ハードモードすぎる、うん、どうしようどこ行ったらいいかな。なぜユニコーンメダルを違う、はい、武器を取りに行きたいんだけど、今ちょっとその武器を取りに行く余裕がないから、こうやって追いかけられてるってね。とりあえずもうちょっと
中途半端だけど、あいつをもう一回眠らせてからセーブして終わりにしようか。こい、引っかかってる。やばい、あぶれ、あぶれ、あぶれ。これ殴られてた、ほんとゲームオーバーだったよね、ただ単にね。来る来る、うん、あと、まあ、知り合いに税理士がいるんだったら税理士の先生に話聞いた方が早いっす。入れ、よし、ゴーセーフ。心臓がバックバクだ。うぅ、スターズバッチ、ゲット。とりあえずこれが手に入ればなんとかなるっしょ。キリ、あれ、しまった、カード取ってくるの忘れた。何しとんねん私。腹立ってきた。あの白子と紳士ぶりやがって、帽子取ったらただのハゲのくせに。ほら、殴れるもんなら殴ってみ。もう一丁。あれ、どこ行った。あれ、扉の裏にもね。あれ、ちょっと、ほい、ほい、ほい、帰っといて。あれ、どこ行った。あれ、上にも下にも。あれ、ちょっと待って、どこ行った。あ、帰ってきた、帰ってきた。時々ね、ここにいてもね、引っかかることがあるからね。目の前にいる。あの扉が勝手に閉まるせいでなしにしていただきたいんだけどな。まあいいや、ちょっと中途半端だけど終わる。きつい。さよなら。バイバイ。疲れ。